はい、ではよろしくお願いいたします。はい、では試合が約2週間後に迫りました。はい、現在の調子を教えてください。そうですね。今年の俺は虎が宿ってます。そんな感じです。はい、階級アップから3連勝で、はい、直近の試合は2試合連続で KO というところで、はい、かなりこう調子がいい感じではありますが、はい、改めて75キロの手応えはいかがでしょうか。そうですね、手応えしかないんで、次も KO を狙ってます。むしろこの尻上がりにこう調子をどんどん上げているような印象を皆さん持っていると思いますが、はい、この好調の要因って何でしょうか。いや、単純に通常体重にほぼ通常体重みたいなもんなんで、減量がないだけですね。いつもの調子が出てる感じです。やはりそれまでの減量の影響というのは、やっぱご自身が思ってたよりも大きかったって。そうですね、自分の中でそう思ってますね。減量がないんで、調子もばっちりです。やっぱり減量がないことで、なんかすごくフィジカルももちろんですけど、精神的にもすごく余裕が出ている部分はありますか。そうですね、精神的にもめちゃめちゃ余裕で、もう半ですね、簡単に倒せそうですね、相手を。それぐらい調子いいですね。わかりました。では今回ですね、対戦いたしますダニロ・ザノリニ選手の印象をちょっと改めて教えてください。そうですね、でもなんか試合も久々ですよね、あの人。なんか試合も久々なんで、もう素人なんじゃないかなって思ってます、俺は。でも、なんか昔はやっぱ強かったみたいなんで、レジェンドっていうことで、レジェンドと戦えるってそうそうないと思うんで、ここはしっかり勝って、しっかり KO したいですね。ザノリニ選手の方から神保選手やりたいというような言葉の方もありましたが、はい、それを受けて何か思うところってございますか。そうです、すげえ気合い入ったおっさんだなと思いました。この少しブランクが空いている中で自分を指名してくるというのは、やっぱりちょっと何か思うところございますか。いや、すごい本当気合い入ってるなおっさんと思って、すごい楽しみですね。先ほど少しレジェンドというお話も出てきましたが、実際、もう50戦を超えるキャリアを持っている選手で、しかも4冠も取っているというような、もうおっしゃる通り、レジェンドと言ってもいい選手かと思いますが、何かこのザノリニ選手を攻略するポイントみたいなものって、何かイメージございますか。いや、もうなんですか、テクニックとかキャリアで戦ってくると思うんですけど、気合でなぎ倒してやろうかなと思ってます。特にないですね、対策は。いや、もう小細工なしで、もう真っ向勝負という。パワーで自分のパンチでも蹴りでも当たれば、もう倒れるんじゃないかなってぐらいの調子いいんで、そんな感じですね。今回の公開練習では、かなりパンチをすごく見せていただきましたが、今回、何かパンチが鍵になるみたいなイメージってございますか。いや、なんか単純に、本当は自分、キックボクシング、次の試合の目標が、なんかキックボクシングをやろうかなと思ってて、本当は違うトレーナーと生詰でローを蹴り合うっていうのを、計画したんですけど、ちょっと逃げられちゃってトレーナーに「生詰出ろうはちょっとまずいっすね」って言われて、今日来なかったんで、今回この公開練習になっちゃいましたね。だから特にないっすね。でもご自身はもう生詰で蹴り合っても大丈夫なぐらい、もう仕上がりは順調というようなイメージです。本当はキックボクシングを見せたかったんですけど、ボクシングになっちゃいました。ありました。ありがとうございます。じゃあ今回改めてザノリニ選手にどんな勝ち方をしたいっていう、何かイメージございますか。いや、もう単純にキャリアとかテクニック関係なく、気合でなぎ倒してやろうかなと思ってます。KO です。じゃあこの KO 勝利をもし収められたら、これは何か75キロへのなんかメッセージになりますか。いや、もう普通にそうですね。これで倒して75キロできなかったら、俺が逃亡しそうですよね。逆に、はい、そんな感じです。じゃちょっと気が早いかもしれませんが、今回勝利をして、じゃあ実際に75キロの階級ができた、あと75キロで戦いたい相手のイメージっていうのはございますか。ちょっと直接名前は出せないかもしれないんですけど、いや、どうですかね。本当は外国人とやりたいんで、自分はなんかもう自分より2倍ぐらいでかい外国人とやりたいですね。海外の強豪の選手とやってみたいです。じゃあ実際75キロできたら、もう海外の強豪外国人とバンバンやり合うイメージはもうできている。そうですね。そのイメージしかないですね。わかりました。では最後にファンにメッセージをお願いします。はい、2月27日は俺の気合が見せられると思うんで、応援よろしくお願いします。